はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。今回ですね、珍しくコラボなんですけども、お名前をお願いします。はい、東大合格受け入れ人の時田博光です。よろしくお願いします。知ってる方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、知らない方のためにご説明させていただきますと、はい、時田さん一番有名なのは某マスコミの企画でトゥースの人が東大を受験しましたよね。はい、その時の先生ですよね。はい、なるほど。これはテレビ局と芸人さんの名前はまあ言えないってことで、ちょっと言えない、ちょっと言えないってことなんですけど、はい、トゥースって言ったら誰か分からないけど、もうあれだな、あれだなみたいなね、もうそうですね、はい、の方ですので、実はね、有名な方なんですよね。まあちょっとお聞きしたいのが、はい、まあ、ちょっと今日1本目なんで軽くいきたいと思うんですけども、はい、有名な方が僕みたいな、はい、まあ無名のですよ、声をかけてコラボしましょうって言ってきた理由を、まあ、聞きたいなと。まずチャンネル登録者数多いですからね、平野さんの。まあ僕は無職なんで教育のことを塾の内部とかのことってなかなかこう公表する人とか YouTuber として伝える人って全然いなかったんで、すごく新鮮だったんですよね。あ、なるほど。てか 何者なんだろうっていうか何してる人なんだろう。え、塾の人なの、それともなんかちょっと調査するなんか特殊な職業の方なのかな、マーケティングとかそういう、なるほど、はい、なんかそれですごく興味があってお話ししたら、すごく個性的な方だったので、ぜひコラボしたいなっていうところで。なるほど、はい、まあ、僕は自分のこと凡人だと思ってるんですけどそうなんです、僕はあのチャンネル、まあ、前の動画でも喋ってるんですけど、はい、まあ、競合がいないところを攻めたいなっていうのがあって、で、はい、塾のこう現場のオペレーションであったりとか、まあ、ライバル塾をどういうふうに分析していくかとか、うん、なかなかやってる方いらっしゃらないんで、うん、お好きかでやりたい方でやってっても僕のがこう基準になっていくんで、そう、忘れとか強みなのかなと思ってるんですが、はい、それをですね、時田さんに見破られてしまいました見破りましたなかなか見破ってくれる方いなくて、そうです、コラボしましょうって言ってくれる方あんまりいらっしゃらないんですけど、はい、だから有名な方で一番最初にコラボしましょうって言ってくださったのは実は時田さん。あ、そうなんですか。なんですよ、出してる順番とかは、はい、あの入れ違いがいろいろあるんですけど、あ、小林雄さんとか、あ、そう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 、キャストダイス TV の小林さん、はい、はコラボしましょうって言ってからすぐ撮影して、あ、速攻編集して速攻で出したんで、はい、ちょっと時間軸、時間軸があれなんですけど、はいはい、話自体はもうもっと前に時田さんとね あったんで、それはもうすごい、そうそうそう、非常に嬉しかったですね。ありがとうございます。なんか一個でいいんで、はい、トゥースの裏話をなんか言える範囲内で、トゥースの裏話トゥースの裏話ですか。お昼になんか帯番組みたいなのが、うん、ありますよね。番組が始まる前の午前中ずっと会議室で、うん、あの勉強してたんですよ。トゥースですね。そうです、はいはいはい、はいはい、一緒に3時間ぐらいずっと勉強してて、うん、でその間にスタッフの方がコーヒーを持ってきたりとか、うん、プリンを持ってきたり、ヨーグルトを持ってきたりするんです。なるほど。なんか食べないのがあるとだんだんこう消えて新しいものが出てきたりとか、好みが何なんだろうなっていうのをじわりじわり探ってもらってたりしました。すごくこう気を使っていただいたっていう感じなんですよね。はいはい、で番組では結構大きい声で話しされる芸人さんなんですけど、うん、勉強するときはもう黙々とこれをやってくださいって言ったら、はい、これやってください、はい、もう全くノーを言わないかったんですね。1個だけノーを言ったのが、はいはい、数学のノートを絶対に持ち帰らないこだわりがあって、はい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 、それは単純にいや荷物になるからってノート一冊が荷物になるの、なんかこだわりがすごいですね。こだわりがすごい、やっぱこう売れる人とかって、はい、注目される人って、はい、やっぱどっか一個こう吹っ飛んでるところがあるわけ、はい、ですよね、はい、そうですね、そこら辺がちょっとどういうことみたいな最後まで分かんなかった、意味が分かんなかった、はい、なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。いい、時田さん、塾を経営されているということでして、はい、塾を立ち上げる時の、まあ、心構えといいますか、うん、一番は、はい、塾を立ち上げるっていうことを決めたら、なるほど、はい、はい、付き合ってる恋人に土下座してお金借りられるって必ず聞きます。じゃあ1本目はこの辺で、はい、終わりにしたいと思います。高評価、チャンネル登録のよろしくお願いします。それではありがとうございました。